はい、皆さんこんにちは。 DDT プロレス所属プロレスラーの勝俣俊馬です。ということで今日はですね、特別企画、あの人と対談してみたはい、ということで、まあ本当はですね、直接会ってお話ししたいところなんですけども、まあこういうご時世ということで、オンラインでビデオ電話させていただくんですけども、こんな時だから実現した企画になっております。早速電話していきたいと思います。はい、ということで早速電話していきたいと思います。いるかな？お、来た。お疲れ様です。どうも。お疲れ。興味じゃん。どうした？早速言うじゃないですか。ちょっと YouTube を最近またやってまして。おう。で、まあ、ちょっと真琴くんと、まあ、出会ったきっかけっていうのが、やっぱプロレスが好きだったっていうのが、やっぱあって、はい。で、まあ、きっかけちょっといきなり喋らせてもらうんですけど、うん、最初ま、僕がサッシマンスタジオの動画を見て、あ、この人すごい面白いと思って調べたら誕生日が1日違いで、で、プロレスが好きっていうのが書いてあって、そうそう、で、ミクシーでメッセージを送らせてもらったんですよ。それがきっかけで、まあ、そのチョビが生まれたわけなんですけども、で、その時ちょうどアマチュアプロレスを僕がやってて、で、まおとくんから、プロレス、ちょっと一緒になんか動画撮りましょう、みたいなこと言ってくれて、で、プロレスに喧嘩を売ってみたっていう動画を、はい、撮らせていただいたんですけども、やっぱその原点のまほとくんに、やっぱちょっといろいろお話を聞きたいなと思って、で、まぁ、ちょっと勇気を振り絞って、ちょっと LINE を送らせてもらったんですけども、ちょいちょいさ笑ってるけどさ、あなたがプロレスラーだって知らない人が見たらその顔もおかしいから、ね、あ、そうっすかね。僕これが普通なんですけど、その目もおかしいから、ね、おかしい。お、一緒ですかね。大丈夫ですか、髪の毛ハゲてないですか。ないおい見ましたよ、その動画も、はい、ありがとう、はい、で、そうなんですよ。で、やっぱり YouTube 界でプロレス好きっていうのはやっぱ真琴くんがすごくイメージ強くて、DDT が好きだったじゃないですか。多分今も好きでいてくれると思うんですけど、ちょっとその DDT の話とか、まあ、好きになったきっかけとかをちょっと聞きたいなと思いまして。DDT が好きになったきっかけは、まあ、DDT が好きというか、やっぱプロレスが結構もう全般的に、うん、いろいろ情報とかこうシュープロとかで仕入れたりとかはしてたし、はい、だけどやっぱ特にここ DDT のここいいなって思うのはやっぱ、ね、なんつうんだろうな、エンターテイメントに特化、本当に特化してるし、だけど、はい、ふざけてるわけじゃないんだよ。なんか真面目にふざけてる感じが他のやっぱ団体にはないし、かといってじゃあプロレスやってないんかって、そんなこともないし、めちゃめちゃしっかり締めるとこは締めるみたいな、プロレスでしっかり締めますみたいな、やっぱそこのメリハリとかもやっぱ俺はやっぱ会場見に行っててもやっぱいいなと思うし、やっぱ好きだなと思うね。なるほど。その一番最初見たきっかけって何だった？一番最初見たきっかけはその俺のその元々ほら昔やったサシマンスタジオっていうメンバーの一人、はいはい、プロレス大好きなやつがいて、はいはいはい、そいつはもう本当 DDT が好きだ、はいはいはい、でなんかその DDT にその知り合いがいると、うん、まあ、ニールキックを得意としてる選手、あの選手なんですけど、はいはい、ピンクのそういるとで、はい、ってあそう知り合いがいるんだってなってちょっと調べてって、でそいつがなんかいつだったっけな、後楽園ホール連れてってくれたんですよ。はい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 、メインが高木さん対井口さんだったんですよ。ほうほうほう。で、それの試合があって、あと、葛西選手とかも出てて、で、それに連れてってもらったのが初めて
ですかね。まあ今こういう状況で、うん、まあちょっとプロレスも今やっと無観客試合がこう始まった感じなんですよ。そうだね、本当にもう、うん、そこの DDT 周りで結構ね頑張ってる感じはするね。シュープロ見ててもああやっぱ率先してやってるなっていうのはやっぱ ありがとうございます。チェックをしていただいて、いやもうそのまあ撮影まあさせてもらって、やっぱこうあの時やっぱプロじゃなかったじゃないですか、アマチュアプロレス、うん、で、まあ、今一つちょっと僕の思い描いてるのはやっぱりまあ自分もプロになったんで、ちゃんとしたプロレスラーに喧嘩を売ってみたっていう動画をちょっと一緒に撮りたいなと思ってるんですよ、うん、いやいやもう俺はだって曽山ナムからねビシバシ受けてるから、ね、曽山さんあいつはまあそんな別に強いやつじゃないからねめちゃくちゃチョップ食らってたじゃないですか。あ、あんなチョップはもう全然よ。あんなチョップ。慣れ。だからもう、そうやって余裕だから、まあ、勝俣なんて余裕だと思うけど、いや、全然いいよ、別に。本当ですか。ちょっと僕最近ハードコアとかデスマッチが挑戦してて、いや、あれ、えぐくないちょっとハードコアマッチとかでもいいですかね。ギリ笑えないやつだよね、レゴ、めちゃくちゃ痛いっすね。やばいっす。やっぱ、あれもうやばい、その、プラスチックのさ、ケース。ケースは、逆にケースめっちゃ危ないっすよ。割れた後が、こうもう、とんがった、鋭利になったまま残るんで、その残った上で試合するのがめちゃくちゃ痛いっすね。やば。めちゃくちゃ傷だらけになります。レゴもなるんすよ。マジ、まあ、そうだよね。はい。レゴも、やっぱ全部四角なんで、だよね、逃げる場所がないというか。いやでもあれでなんかデスマッチとかで傷だらけになってる背中って俺男の背中の中で一番かっこいいと思ってる男の勲章っすよね。あれはあれはすごい。じゃあ DDT で、うん、まあ、前回見に来てくれたじゃないですか両国、うん、去年の2月とかっすよね、僕が復帰した時っすよね、うん、そうマッスルとやってた時っすよね、多分前日がマッスルと、うん、あの時にじゃあ見て DDT 今のこう DDT で気になった選手とかいました？スペースモンキー僕と組んでたねスペースモンキーあれはなんか色物っぽい感じだけどしっかりしてるみたいななんかしっかりしてるな俺みたいな。はいはいはい、結構そういうのに驚かされる。あ、これ色物なんだ、色物なんだなって思ったら、もうめちゃくちゃ人しっかりしてる、めっちゃ動けるみたいな。なんかドナルドみたいなのいなかった？なんかピエロみたいな。あー、マクドナルド。そう。含め、ピエロみたいな。そう、ちゃんとしてるみたいな。いや、マックさんはすごいですよ。まあ、DDT の選手じゃないんですけど、他団体で、香川の方かな。あ、そうなんだ。はい、選手で。いや、あれはちょっとびっくりした。ちょっと、度肝を抜かれたというか。おお。今のところ DDT の選手いないんですけど。スペースモンキー違うの？スペースモンキー。まあ、一応まあ、うちのオールアウトってユニットメンバーですけど、こう所属のレスラーではないですよね。うん、あ、違うんだ。はい。じゃあちょっと待ってね。はい。でもやっぱメインが、やっぱ竹下くんとかはもうやっぱこれはトップだなとは思いました。やっぱりいやすごいなと思ったけど、俺ちょっとメイン言っていいのかちょっとわかんないけど引いちゃったね。え？引いちゃった。あ、引いちゃった？なんか俺見に行った時に、はいはいはい。多分佐々木大輔。はい、と、はいはいはい、多分竹下選手で多分やってた、はい、メインそれだった、はい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 、最後のトップ登っての垂直落下式ブレーンバスターで多分とんでもない角度で、はい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 、コーナーにめくりからあれはちょっとうおーと思っちゃって、おお、あれで怪我してないのってやっぱプロレスラーマジですげえなと思ってあとまあ真央選手、はいはいはい、あれはすごいね。うん、真央も飛び技すごいし、やっぱプロレスのアイディアというか、うん、なんかすごいんですよね、頭、プロレス頭が。
すごいなってやっぱ俺は本当に思うなと思って、うん、うん、やっぱ注目してるのはやっぱそこかなとは。僕はいやそれはもちろん注目してるんだよ。注目してる決まってんじゃない。何言ってんだよ本当に。僕はの目がずっとそのレンズ越しにあると思ってたよ。その画面越しにその俺はの目がずっとあると思ってたけど、俺はあえて言わなかったんだよ。それはあーごめんなさい。すいませんやつよ。俺、うん、友達がプロレスラーなんだ、注目するに決まってんじゃないの。ありがとうございます。タッグ組んでたもんね昔ね。真央、まあ、選手とタッグ組んでた。あ、真央組んでました。はい、あのアイドルで歌いながら、ね、やってました。ノアとか出てたよ、ね、あ、ノア出ました、ノア出ました。俺チェックしてんだもん。言わなかった。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。知ってんだから。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですけど、ね、まあ、僕あのワールドプロレスさんのエンディングでしたっけ、エンディング曲。そうなんですよ。いやすごいなと思う。いやもうどうやったらプロレスにこう貢献できるんだろうなと思って、やっぱ俺がこのプロレスの動画を出すのもそうだし、はい、こうやって今こう無観客もあるけどもうできないとこもあるし、はい、どうやってこう俺の力を使ってこうプロレスに還元しようかなって考えてたとこにこう、こういうお話をいただいたからやっぱいいなと、ありがたいなと思うし俺もね。うわー、ありがとうございます。チケットめちゃめちゃ買ってたのよ実は、やっぱいろんなとこも。はい、だけど、まあ、今回あの全部ちょっと中止になってしまって。はいはいはい。俺わざと払い戻ししなかったよ。いいよ払い戻しをあげるって。うわー、もうプロレス愛がすごいじゃないですか。もう本当プロレス大好きだから、本当に無観客でもいいからやっぱやってほしいし、やっぱこうやってなんかこう DDT の発信力というかやっぱ行動力ってやっぱすごいなって俺は本当に思ってるから、今いろんな動きしてるわけだからね、アベマのやつもあったりとか、はいはい、ノアトのやつもあったりとか、うん、やっぱり本当に DDT だからこそできる行動力というか、うん、やっぱそういうのいろいろ使ってちょっと盛り上げてほしいなって俺思うし、俺もなんかいろいろ自分にできることあったらね、プロレス界になんか還元できることがあれば俺も全然やっていきたいなと思うから。うん、コロナ収束したら本当にうちといろいろちょっとやりたいですね。動画撮ったりとか、もう全然あの高木さんがその写真撮ったじゃないですか、両国終わった後に、うん、でそれを娘に見せたらめちゃくちゃ羨ましがったらしくて。ありがたい。勝本あの真琴君とどういう関係なのみたいな。いや実は昔動画をやるきっかけになったのは誠くんでみたいな話させてもらって、多分社長に言ったら多分喜んで協力してくれると思います。何その笑い。いやいや、ごめんなさいごめんなさい。またあの誘うんで DDT 見に来てください。見に来ます。あの埼玉スーパーアリーナがやっぱちょっと流れちゃったんで、またビッグマッチもまあ後楽園とかもあるんでぜひ。いやもう全然、はい、もう本当にもう見に来てほしいな。お願いします。あのちょっと何喋るか忘れちゃったな、めちゃくちゃめちゃくちゃ考えてきたんですよ。本当に。はい、まあまあ、とにかくまあこれに関しては本当にやっぱこう真琴くんのまあ力を借りる形にはなってしまうんですけど、やっぱプロレス界にこう話題というか、うん、なんか真琴くんのファンの方にもプロレスっていうのも知ってもらいたいし、この DDT っていうのも知ってもらいたいなって思って、でやっぱり、まあ、やっぱ影響力がある方なんで、やっぱちょっと一回対談というかいろいろ昔話も喋りながらしたいなっていうのはずっとあったんですけど、やっぱなんかちょっと勇気が出なくて今日こうやって喋れて、すごくなんか不思議な気持ちなんですけども。いやいやいや、ありがとうございます。本当僕いつも真琴くんの動画にすごく笑わせてもらってるんで、俺もいつも勝又二重幅広いなと思ってるからどこを見てるんですか。どこプロレスを見てから試合を試合なんでそんなピンポイントで二重幅なんですか。いやでも本当にいろいろちょっと今後もあのやっていきたいと思うんで、ぜひちょっとあの今後もよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、ちょっと最後にじゃあなんか真琴くんからなんか僕に質問ありますか。なんか何を極めたい。何を極めたい。ああ。
はいはいはい。タッグやシングル、何？ああ、なるほど。そうっすね。まあ、今、正直 DDT の選手って本当にいろんな選手がいて、まあ選手層がすごく厚いんですよ。で、後輩とかも本当に、まあもう僕も超えられちゃってるし、まあ何かをしなきゃやっぱ残れない状況で、今はやっぱりそのハードコアだったり、まあみんながやってないまあデスマッチだったりとか、そっちの方も経験していきたいなって、あ 今はもういろんなことを経験する段階。そうですね。そこからこうなんか自分あ俺これだわっていうので勝俣で言ったらこれだわみたいな武器を見つけるっていう。そうですね。今やっぱこうハードコアやってるんで、ハードコアといえば DDT では勝俣だろうみたいな風に今はあの思ってもらえるようにちょっとしたいなっては思ってますね。うん、ではあともう一個ちょっと質問あるんだけど、もう目とかは大丈夫なの？あ、目は、もう今年の2月に、そのボルトとかの手術して、もう完璧に治りました。距離感とか大丈夫なの？距離感。距離感も大丈夫です。視力も落ちてない。本当に？はい。そうなんだ。そうそうっす。よく変わんないね、顔が。そうっすか？でも。いや、なんかその、そんな骨折とかしたらちょっとなんか変わるでしょ？まあでもやっぱ傷跡はまだありますよ。あ、そうなんだ。はい。まあだからメイクで隠してるっていうのもあるんですけど、まあでもだいぶ落ち着きましたね。はい、とりあえずじゃあ今のところもう目指すは今の目の前の目標は何？一番目の目標はそれはトップ、もう DDT トップ、はいはいはい、DDT トップだろうけど、その今目の前の目標ってのは何？一番近い目標。そうっすね、あのうちにエクストリームっていうベルトがあるんですよ、うんうん、あのいわゆるちょっと変わったルールでタイトルマッチをする、うん、そのベルトをシングル、まあ僕シングルのベルト巻いたことないんで、まあ、そのエクストリームのベルトをちょっと取りたいなっていうのはあります。目の前の目標で。マジでベルト取ったら本当に触らして。頼むわ。あの任せます、本当に腰に。本当にベルト触ってみたいのよ。あのあれですもんね、部屋に IWGP のあのレプリカですか、ベルト。レプリカある。でも本当にもうこれすごい重い。いやレプリカなんだけど。はい。でももうほぼ本物っすよね、これ。いや、もう全部、もう本物仕様、全部重さとかも。すげえ。あれなんだけど、レプリカじゃない、やっぱり。はいはいはい。俺、本物触りたい。その、いろんな人がベルト肩に腰に巻いた、この血と汗が染みてる、その本物のベルトを俺は触ってみたい。なるほど。じゃちょっとその、まほとくんに、あの、触らせれるようにちょっと頑張ります。じゃあ、もしも、はい、エクストリームの、あのタイトルマッチが組まれたらもう絶対に行く。あ、お願いします、応援しに来てください。めっちゃ頑張れる。あの一度だけ挑戦したことがあるんですよ、宮本優子選手っていう、あの、まあ、デスマッチだったりハードコアとか得意にする選手がいるんですけど、その時に、まあ、画鋲を使って試合したんですけど、まあ、ちょっとそれが裏目に出て負けちゃったんですけど、だから本当にもしそのタイトルマッチ組まれたらもう本当に応援しに行くから。お願いします、お願いします、もうお願いします。本当にちょっとあと2つぐらい質問していいですか？ねえよ。こうなんかプロレスでやりたいこととかあります？プロレスでまあなんだろう、お仕事だったり、うん、まあなんかこういう動画を撮りたいとか、なんか夢というかリングに上がるのが夢とか。いや、もう上がるのは、それはもうもちろんプロレスファンだったら全員の夢だと思うんですけど、はい、なんかもうやっぱりおこがましいが、そのリング、神聖な場所だからリングっていうのは、だから本当に、その、邪魔にならないようにリングサイドで写真撮ってたい。なるほど。こう。一番最強の迫力ある写真は、だから例えばじゃあ企画とかでもう俺ともう一人で、はいはいはい、なんかこう普通に記者の人たちも本当に邪魔にならないように、はいはいはい、あの仕事だからね、はいはいはい、混ざってちょっとこうバッと写真撮って、どっちの方がもう一番やばい迫力ある写真撮れるかみたいな企画とかもやっぱやりたいなと思うし、はいはいはい、でもやっぱりプロレスの技はやっぱ受けたいなと思うし、じゃあ実際じゃあトップロープ立ってみたらどんだけ怖いのかとか、どんだけ高いのかとか、ちょっと GoPro つけてなんかちょっとやってみたりとか、はいはいはい、やっぱ、なんかもう、いろいろ本当にもう多分結構無限に出てくると思う、企画は。ちょっと実現したいですね。
俺ゼッケンつけたい。プロレスの記者ゼッケンね。俺ゼッケンつけたい。もうやりましょう。それちょっと本当高木さんとかに言っときます。まあ、道場とかでプロレスラー一日体験というか。ああ、そうね、その練習とかもね。はい。うん。やりたい。ちなみにプロレスラーに喧嘩売ってみたって動画もう消しちゃいました。あれ非公開。そうですよね。僕いつだったっけな、あれいつのアカウントだったっけな。前のアカウント自体が消滅してるから。ああ、そうなんだ。ちょっとね、やっぱあの動画撮りたいっていうのはあるんで。あ、でもああいうあれの本当になんかもうもっとちゃんとしたやつを撮りたいなって。そうですね。ちょっとあれ本当プロレスめっちゃできてんじゃねえぐらいの、本当カメラワークやらなきゃ、はい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 、動かしてみたいな、もうカット割りで動かしてみたいな。やりましょう。僕本当高木さんに言っときますか。お願いします。お願いします。じゃあちょっと、じゃあ最後にですね、はい、真本くんにとってプロレスとは、人生。人生です。でもこれがなきゃ俺の人生は語れないぞっていうもの。本当にプロレスっていうものがなければ多分本当になんだろう、人生の、俺の人生の多分 40% ぐらいは多分もうなんかこういろんな、なんだろうな、 40% ぐらい占めてるから人生で。本当に俺の中でその 40% がなくなるってのは結構でかいことなんで、うん、本当に人生かなと思いますね。てか半分じゃねえんかい、50% じゃねえんかいと思うけど、いや、それもう 20% の、40% の塊っていうのはないからね、もうそれ以上。あともう細かく 10%、20% の 5% とかがあるけど、はいはい、40% って占めてるものは本当プロレスなんだよね。嬉しいですね。なんか、そう人生って言ってもらえるのは本当プロレスラーとして、やってる側としてやっぱ嬉しいですよ。それだけ思ってくれてる人がいるっていうのもそうですし、やっぱりやってて、何々さんの試合を見て元気もらいました、勇気もらいましたって言ってもらえるのはやっぱり一番の、うん、なんですかね、褒め言葉というか一番嬉しい言葉なんで、やっぱそう言ってもらえると嬉しいです。いや本当にもうプロレスラーの人はもう全員僕は本当大尊敬してるんで、本当僕ができなかった夢、僕が叶えられなかった夢を叶えてるんで、もうその人大尊敬です。どんなに練習生だろうがもう本当大尊敬です。ありがとうございます。本当にもう頑張ってください。ありがとうございます。本当にこれをちょっといろんな人に見てもらってですね。はい。プロレスに興味を持ってもらったりとか、してもらえたらいいなと思ってますんで、ちょっと今後とも本当によろしくお願いします。お願いします。とりあえずネットだけじゃ良さ伝わらないから、やっぱりこのコロナが終わって、もうとりあえず騙されたと思って、一回ちょっと会場に行ってみると結構面白い、やっぱり。ありがとうございます。ます。じゃあちょっとどうして締めたらいいかわからないので、最後真帆くん締めてください。はい、ということで、ね、こういう感じで対談をさせていただいたわけですけども、やっぱプロレスの面白さも対談だけじゃ本当伝わらない、言葉だけじゃ伝わらないし、文字だけじゃ伝わらないし、画像だけでも動画だけでも伝わらないし、やっぱ生で見て聞いて体感してみないと、やっぱプロレスの面白さっていうのはもう 100% 伝わるわけがないので、もうぜひぜひ行ってみて、もう体験してみてください。俺の友達もチケット俺いつも、2枚3枚買ってプロレス知らない友達を連れていくと、100発100中面白かった、もう次も連れてってくれ、もう絶対なる。もう本当にこんなに面白い、格闘技スポーツ、もう本当にエンターテインメント低い目で、もうこのプロレス以上のものって俺はなかなかないなと思っているので、本当にぜひぜひ僕がハマる理由も生で見ていったら分かると思います。信じるか信じないかはあなた次第です。Yes.